くよです。葵だぜ。さて今回はつくよが食いつきそうな話をしようと思うぜ。と言いますと？それはズバリ秘密結社だ。来たー。フリーメイソン、イルミナティ？まあ秘密結社ってなるとその二つってなるよな。世界的に有名なやつだしね。それでどっちの話なの？どっちでもないぜ。その二つより全然昔からあったって言われてる秘密結社があるんだ。そんなの聞いたことないけど？しかもそれは日本の話となる。なんですって？つくよはヤタガラスって聞いたことないか？何それ初耳めっちゃ気になる。オーケー。それじゃ早速ロマンあふれるヤタガラスについていろいろ話してみるぜ。お願いします。ってことでまず最初に言っておくが今言ったようにヤタガラスに関する話はロマン系となる。はっきりしてない話ってこと？そうだ。つまり具体的な証拠などもなく伝説みたいな感じなんだな。なので皆さんこれから話す内容は真剣に聞かないでください。しょっぱなからそれ言っちゃうの？いやだってほんとそんな感じだし。つくよも肩の力抜いてエンタメとして聞いておくれ。了解です。とは言ってもヤタガラスの存在は日本の中に深く浸透してるんです。早速力入ってて草。つくよだってこの絵に見覚えがあるはずだ。あーこれってサッカーの日本代表のやつじゃない？そう。日本サッカー協会がシンボルマークとしてヤタガラスを採用してるんです。それってどういう理由なわけ？ボールをゴールまで導いてほしいって願いが込められてるんだぜ。ほほう、導くですか。さあもうヤタガラスの正体がわかったはずだ。いやいやそれだけじゃ1ミリもわかんないって。つまりヤタガラスは導くものであり、神様が放った使者なんです。神様の使いってこと？そうだぜ。一体誰を導いたのよ。あの神武天皇だ。なんですって。って誰よそれ。おいおいマジかよ。神武天皇は日本という国を作ったとされてるとんでもない人だぞ。それじゃ最初の天皇ってこと？そう、大和で日本初の朝廷を作ったすんごい人だ。大和ってどこなのよ？今の奈良県だぜ。ほほう、それで導いたってどう導いたわけ？まず神武天皇は45歳だった時仲間を集め九州から大和を目指し旅に出たんだが、その道中今の和歌山県から奈良県へ抜ける道があまりに険しくもうあかんってなる。これ以上もう進めないって？そうだ。一体何があったのよ。その時の様子がこう伝えられている。荒ぶる神々がひしめいていた。何それめっちゃアバウトじゃん。他にもこう伝わっている。多くの困難によって先へ進めなかった。いやだから何があったのよ。つくよ、伝説なんだから肩の力抜けって。オーケー。だがしかし、神武天皇はそこで諦めなかった。ピンチから脱するため高台へ登って道を探す。すると天から神様のこんな声が響いてくる。荒ぶる神々がいっぱいいるからヤタガラスについていけばオッケーだお。神様がそんな言葉遣いしないでしょ。そして神武天皇のご一行は空から現れたカラスに道案内され無事に大和までたどり着いたんです。来たー。でそれってどんなカラスなのよ。神様の化身だったってことだぜ。はい？神様がカラスになって現れたって？そう、カモタケツヌミって神様が大きなカラスとなって神武天皇のピンチを救ったんだ。大きいってどれぐらいなのよ。150センチぐらいだ。いやいやでかすぎるって。ただそれはあくまで一説でヤタガラスのヤタって言葉は大きいものという意味でもある。それに数字の8にはたくさんのものって意味もあるし八百屋さんとかがその一例だぜ。それじゃとにかく大きいカラスを表す言葉だったと。ああ、そうだったのかもしれませんねっていう。っていうか足が3本あるのが気になるんだけど。その由来についてもいろんな説があるんだが、一般的に言われてるやつは3本の足がそれぞれ天、地、人であり、天は神様、地は自然、人はそのまんま人間って感じでこの世界を表しているという。ほほう。あとそういった3本足の鳥は中国の神話にも太陽の化身として登場してるんだぜ。へえ日本だけの話じゃないって面白いわね。ロマンを感じちゃうでしょ。火のないところに煙は立たぬってやつなんじゃ。と言いますと、宇宙人が地球に来てて伝説になったんじゃないの。さすがつくよさん期待を裏切らないぜ。空からやってきた黒くて飛んでるもの。そして3本の足は UFO が着陸する時の様子だった。おおなるほど。3本の足なんてどう考えても不自然だし。なんか本当にありそうな考察で草。きっとそうに違いない。とりあえずヤタガラスがどういうものなのかなんとなくわかったかな。ふむ。伝説になってる神の使いでヤタガラスそのものも神様の化身だったと。そう、そして日本の中で正しい道に導くもの。迷いのある人々を導くもの。といった感じで古くから幸運のシンボルとしても存在してるんだぜ。
それで秘密結社の話はまだ始まらないわけ？ああ、それな。それじゃそろそろその話に行きますか。まず結論から言うと、昔からヤタガラスという組織が日本を裏から支配してるとされている。イルミナティみたいな話きた。ってマジ？あくまでロマン系だからマジとは言えない。だけど組織に関する話がちらほらあるのは事実だ。まずいつから存在してるのか気になるでしょ？ふむ、昔っていつなわけ？その時期ははっきりしてない。いきなり図工。ただこんな話があったりもする。西暦744年に奈良時代の政治家だった吉備の真吉備って人が、聖武天皇から命令されヤタガラスの組織を結成したんじゃないかっていう。何それ、いきなり具体的な感じじゃん。っていうか、なんで命令されたの？つくよも藤原氏って聞いたことあるでしょ？うん、豪族だった一族で百科してたんだよね。そう、それでその頃藤原氏は新しい国を作ろうと東北地方とかで百科してて、それを知った聖武天皇がおいこら調子乗るなよってブチギレヤタガラスを誕生させたとされてるんだ。それじゃヤタガラスって武闘派集団だったのかしら？まあ普通はそう思うよな。でもヤタガラスは陰陽道のヤバい奴らを集めた組織だったんだぜ。え、陰陽師みたいな人がメンバーだったの？そうだ。つまり聖武天皇は呪術によって藤原氏に対抗しようとした。林氷投射怪人列財前。お、得意のくじ切りが炸裂だな。ロマンが爆発。そんでそのメンバーはカモウジっていう豪族から選ばれた人たちで、日本書紀にはカモウジが天皇の後ろ盾になっていたと書かれてあるんだぜ。だったらマジなやつじゃん。ただその一文にヤタガラスって言葉は書かれてないからそうかもしれないねって話だ。なるほど。っていうかカモウジって豪族がもともと呪術に強い人たちだったってこと？そう、カモウジは陰陽道の他神道や仏教にも精通した一族だったんだぜ。はい、アニメ化決定で。つまりそのタイミングで天皇と皇族を裏から支える組織が誕生し、それがヤタガラスと呼ばれる存在になったんじゃないかと言われてるんだ。その支える方法が呪術だったなんてテンション上がっちゃう。本当の話だったらめちゃくちゃかっこいいよな。そういえば東京の山手線にもそんな話があったような。結界を作って東京を守ってるってやつね。そうそう、山手線と中央線が陰と陽を表す対極図になってるって聞いたことあるよ。ちなみに西へ伸びてる中央線は高尾山のパワーを都心に持ってくるためだとされている。そんな感じで陰陽道を元に東京の路線が考えられたってのは昔から言われてることだ。そうなると日本の裏に陰陽道の達人たちがいても不思議じゃないってなるはず。話が繋がってくる感じはしちゃうよな。林氷投射怪人列財前。それじゃ今度はヤタガラスという組織がどんなメンバー構成なのかって話をするぜ。え、そんなことまでわかってるの？もちろんはっきりしてない内容となるが、意外とそんな話も出回ってるんだ。まず組織のトップにはサンバガラスとも呼ばれるオオカラスの3人が君臨しているという。3人ってまさか。そう、それはヤタガラスの3本足から来てるんじゃないかと考えられている。そしてその3人の下に12カラスと呼ばれる12人、その下に24カラスが24人、さらにその下に数十人のメンバーがいるというのが組織の全体的な構成だとされてるんだぜ。それじゃ100人ぐらいの人数なのかな。だな。だから少数精鋭の呪術集団ってことだ。私もメンバーになりたいんですが。それはほぼほぼ無理だぜ。どうしてよ。メンバーの血縁者しかヤタガラスの一員にはなれないと言われてる。くじ切りなら誰にも負けないのに。それって声がでかいだけでしょ。それにメンバーになったらもう一生普通の生活はできないんだぜ。何それ、脱退できないってこと？そうだ。戸籍もなくなっちゃうし。それは困る。白馬に乗った王子様と結婚できなくなっちゃう。ちなみにヤタガラスのトップである3人のオオカラスたちは三位一体であり、サンバガラスの他3人まとめて禁止という称号で呼ばれてもいるという。何よ禁止って。さっきヤタガラスに案内され日本を作った神武天皇の話をしたでしょ。その神武天皇が大和に到着した後、大和の指導者の一人である長曽彦と戦ったんだが、その時ピンチに陥った神武天皇を助けたのが金色の鳶である禁止だったんだぜ。どうやって助けたわけ？まず神武天皇が持ってた弓の先に止まった禁止がキッカーンって輝く。それで長曽彦が、ちょ、お眩しいって、ってなってる隙に神武天皇がボコボコにしたんだ。何それ、めっちゃ卑怯じゃん。っていうか神武天皇どんだけ鳥に助けられてるのよ。卑怯だろうがなんだろうがカチャーいいんですよカチャー。長曽彦が普通にかわいそうなんですが。そしてそんな禁止が呼び名になってるヤタガラスのトップ3人は裏天皇という異名を持つ。とも言われている。何その裏ボス感。つまり天皇に万が一のことが起きたら代わりにその役目を果たすというポジションなわけだ。
天皇に関する話なのに言い切っちゃっていいわけ？だから最初に言ったでしょ？真剣に聞いちゃダメだって。オーケー。全部そうだとされているってことね。組織の構成についてはこんな感じだが、なんとなくイメージできたかい？ふむ。そうなると今度は実際どんなことやってきたか気になるよ。それじゃ活動内容について話していくが、まず結論としてヤタガラスは日本を守る存在だとされている。ふむふむ。だから主な活動というか役割は祭祀として儀式をやることや、日本の平和を願い祈りを捧げることであり、ヤタガラスが最も活躍したのは平安時代だったという。その時代は陰陽道がポピュラーだったのかしら。そうだぜ。平安時代は鬼の存在とかも信じられていたから。陰陽師みたいな人が呪術を使い、そういった妖怪を追っ払うみたいなこともよくやってたんだ。呪術ってどんなやつだったの？カバラとかも操ってたんだぜ。何よそれ。簡単に言うと意識を宇宙と繋げて呪術を繰り出すって感じだ。すみません、余計わかんなくなったんですけど。いやだから宇宙から受け取るわけですよ。どう受け取ってどうなるのよ。ギューンって受け取り、ドーンってやるの。適当すぎて草。つまりその仕組みがどういうものなのかはっきりしてないんです。呪術ってなるとそうなっちゃうか。カバラは秘術だとされてるからはっきりしちゃダメだよねっていう。みんながギューンってやってドーンってやるようになったら大事件だしねー。アートつくよも安倍の生命って聞いたことあるでしょ？その人って確か有名な陰陽師だっけ？そう、それで安倍の生命が活躍した時代も平安時代で、お師匠さんが賀茂氏の人だったとされていて、その関係性が平安時代から伝わる今昔物語集に記されてもいる。賀茂氏といえばヤタガラスの結成メンバーになった豪族じゃないですか。だから安倍の生命は陰陽道の名家である賀茂氏一族から陰陽道や天文学を学び、呪術や祈祷を得意としてて、式神を召喚する十二天将って呪術を繰り出し妖怪を退治しまくってたんだ。式神ってどんなやつなの？その種類は使用式神、擬人式神、悪霊抜死式神の三つだとされていて、使用式神は思念によって作られた式神、擬人式神は人型の神に霊力を込めたもの、そして悪霊抜死式神は陰陽師が倒し従属させた式神となる。ほほう。それで平安時代はそんな呪術を使える人がたくさんいたと。そうだ。かつて日本には陰陽寮という国の機関があって、陰陽師たちはそこに所属してたんだぜ。いわゆる官職の一つだったわけね。だな。ちなみに安倍の生命は召喚した式神に掃除や雑用なども命じていたという。何それ家来みたいじゃん。そんで安倍の生命の奥さんが、ちょ、怖すぎるし、ってビビりまくったから式神を端に隠していた。みたいな話も伝わってるんだぜ。奥さんが気の毒すぎる。で、式神はどんな姿をしてるわけ？武将や獣などなんでもありって感じで、妖怪みたいなよくわからん姿をしてるやつもいるらしい。なるほど。それで安倍の生命って本当にいた人なの？ああ、平安時代に実在した日本史上最強の陰陽師だとされている。そしてそんな安倍の生命が当時の権力者に対し呪いを払ったという記録も残されているから、安倍の生命はヤタガラスのメンバーだったんじゃないかとも言われてるんだ。っていうかほぼほぼそうなんじゃ？お師匠さんが賀茂氏の人だったわけだし、血縁者じゃなくても養子になったり特例でヤタガラスのメンバーになれることもあったらしいしな。まあでもそもそもヤタガラスそのものが本当にあったんですかっていう。そう、結局そこに着地しちゃう。なんのこっちゃって感じね。だからみんな勝手に言いたい放題言ってる。その正体についてってこと？だな。山にこもって狩猟してた修験者だったとか、山の中で生活し金属を採掘してた技術者集団だったんじゃないかとか。それを裏付ける証拠でもあるわけ？何もないぜ。ただの妄想による考察だ。何それ本当に何でもありじゃない。他にも雑賀衆の有名人だった雑賀孫一がヤタガラスを家紋にしてたから関係あるんじゃないのとか。その人は強くて有名だったの？その人っていうか雑賀衆が鉄砲をたくさん持ってたヤバい奴らで、戦国大名でもないのに近畿地方でめちゃくちゃ幅を利かせていたんだ。だから合戦の際に傭兵として雇われることも多く、織田信長もその存在を恐れてたんだぜ。鉄砲をたくさん持ってたってなるとさっきの技術者集団って考察に繋がるんじゃ？自分たちで作ってたんじゃないかって話もあるが、雑賀衆の拠点で鉄や火薬を生産してた記録はなく、海外から輸入してたんじゃないかなど、鉄砲をたくさん持ってた理由ははっきりしてないんだ。そうなるとやっぱり正体は陰陽師の集団だったって方がしっくりきちゃうかも。まあ賀茂氏の一族がもともと修験者みたいな修行をしながら呪術をマスターしていた。とも考えられるが。ああなるほど、ヤタガラスの組織が誕生する前からってことね。そう、でも結局何もわかってませんってなっちゃう。みんな想像力が爆発してワクワクしちゃってると、
だからあくまでエンタメの範疇ですよっていう。陰陽師の説だって相当ぶっ飛んでるわけだし。確かに。それじゃ私は三本足の UFO 起源説を推していこうと思います。ただ何もわかってませんだと話が進まないから。とりあえず世間で最も言われてる天皇をサポートする組織であるという説でいくと、ヤタガラスは江戸時代の後期から徐々に衰退していったとされている。なんでそうなっちゃったわけ？朝廷や幕府が陰陽道やヤタガラスによる儀式に頼らなくなったからってことらしい。頼らなくなった理由は？そこについての話は出回ってないようだ。なんとも爪の甘い内容だね。私も話を進めるの正直めちゃくちゃ苦戦してるし。どれもふわふわしてるしそうなりますよね。そんで明治時代になるとさらに衰退したとされている。その理由はなんとなくわかるでしょ？地方の人たちが新政府を誕生させたからってことね。そう、つまりヤタガラスと縁のない人たちが日本を主導するようになり、ヤタガラスが新政府からいろんな弾圧を受け組織は消滅寸前まで追い込まれたという。天皇をサポートしてきた組織なのに、話がどんどんうさんくさくなってませんか？つくよ、エンタメエンタメ。あら失礼。それでそのまま消滅しちゃったとか？いや、それでも組織はなんとか存続することになって、その後高知県にあった陰陽師の村を拠点に勢力の拡大を図ったとされている。そんな村が本当にあったの？村は2006年に他の町と合併し物部町となってるが本当の話だぜ。その物部村って村は平安時代からイザナギ流という陰陽道が信仰されてた場所であり、村といっても面積が東京23区の半分ぐらいで昭和30年代までは人口も1万2000人ほどいて、村人の中から選ばれた人が祝詞や呪文といったイザナギ流の祭儀様式を受け継いでいたんだ。陰陽道が代々伝わってる地域だと。そう、ただもちろんそれがヤタガラスと関係あるかは不明となってるから、ロマンを全開にした人が都合よく関係性を結びつけた可能性もあるでしょう。その地域は今でも陰陽道を受け継いでるのかしら？イザナギ流の保存会が設立されてるようだし受け継いでる可能性は高いんじゃないかな。ちなみにその地域にはあの人を呪ってほしいといった依頼が今でもちょいちょい来るらしいぜ。これは本物の予感。なんせ平安時代から続いてるって話だし。今回の話で一番興味が湧いた内容なんですが。メインはヤタガラスですから。もういいよ。うさんくさいし。明治時代になった後どうなったか気になるでしょ？別に。沢尻エリカさんそう言わずに聞いてくださいよ。ヤタガラスは今でも存在してるって言われてるんですから。そう言われてるとかそうらしいとかもうんざりなのよ。めっちゃキレるやん。ちょっと物部町に行ってくる。いやいやタイムで。つくよもスカウトされるかもしれないんだぜ。ヤタガラスのメンバーに？そうだ。ほほう。話をお聞かせ願おうか。なんとヤタガラスはスターシードというスカウト計画を2000年代から実行してるんです。からの？と、言われています。ほらもうすぐそうなる。やっぱり物部町に行ってくる。どんだけ行きたいのさ。っていうかスカウトするってどういう基準になってるわけ？振動を見つけたらスカウトするらしい。いやだからその基準は？それは不明だ。ほんといい加減にしてよ。私はもう物部町しか信じない。そのネタどんだけ引っ張る気だよ。内容が薄っぺらいから盛り上げようと頑張ってるの。うん知ってる。でもあれだ、そんなスカウトをやってるのは後継者を育てるためであって。現在もヤタガラスは天皇や皇族を支え日本の平和を守ってるって言われてるんだぜ。それってどうなのよ。普通に怒られる内容だと思うんだけど。でも日本を守る陰陽師が今でもいるって考えたらワクワクするでしょ？それは確かにそうだけど、ヤタガラスなんて組織は 99% いないでしょ。いやいやわかんないぜ。ヤタガラスって名前は存在してなくても同じような人がいるかもしれないし。ふむ。結界を張ったり助言したり国づくりのお手伝いしてる人はいるかもね。そうそう山手線の話もあるんだし。私はそんな人が本当にいたら嬉しいなって思うけど。あーとヤタガラスを祀ってる神社って今でも実際にあるんだぜ。ほほう。しかもそれは一つじゃなく和歌山県の熊野本宮大社、京都府の下鴨神社、奈良県のヤタガラス神社、愛知県の唐塚神社と4つもあるんだ。へえそりゃすごい。ちなみにヤタガラスに乗った神様が天から降りてくるという言葉や絵も現在まで伝わっています。ほらほらやっぱり UFO じゃん。その正体はともかく昔からそんな話が伝わってるってことは何かが起きてはいたんでしょう。カラスって人間の言葉を覚えて喋ったりするしたまたますんごい喋るカラスがいたとか？そういう夢のないこと言わないの。っていうか葵もそろそろ限界なんじゃ？よくお気づきで、さすがにもうネタ切れでございます。それではまとめに行ってみよう。
はい、というわけで今回は世界最古の秘密結社と噂されてるヤタガラスについて話してみたぜ。いやーもう噂話でお腹いっぱいって感じだよ。でもちょいちょいロマンを感じたでしょ？ふむ、何も根拠はないけど安倍の生命の話は本当っぽいなぁと。そんでそのお師匠さんがヤタガラスの結成メンバーである鴨氏一族の人だったっていう。その辺の話はなんか繋がってて面白いなぁって思ったよ。ヤタガラスというより陰陽師に興味が湧いちゃう内容だったかも。陰陽師はヤタガラスと違って間違いなく実在してるわけだしね。ああもうつくよがこの後いうオチが想像できちゃったんだが。私は物部町に行って陰陽師になる。ですよねー。ってことで皆さんはヤタガラスや陰陽師についてどう思いますか？あと知ってる情報とかあったらぜひコメントで教えてほしいぜ。林氷投射怪人列財前。やる気満々で草。はい終わり。ご視聴ありがとうございました。